これより第2クォーターが始まります。三重ファイヤーバード、自陣26ヤードからセカンドダウン4。さあパスが成功しています。ワイドレシーバー7番カバーされていましたが、見事これをキャッチしました。見事攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースダウン。クォーターバックとパスを投じたのはクォーターバック9番のニコを取りました。ワイドレシーバー7番は白川でした。さあ攻撃権更新しました三重ファイヤーバード。自陣30ヤードからファースダウン10。パス成功。クォーターバック9番、今度は左に展開したタイトエンド80番にパスを投じました。80番ボールを一旦ジャックルしましたが、見事にリカバーしキャッチしまして約4ヤードのゲイン。見事なパスキャッチ決めましたのはタイトエンド80番の桐山。守備で先制タッチダウンを挙げました選手でもあります。三重ファイヤーバードセカンドダウン6。ナイスラン、ファーストラン。ランニング枠32番、ハンドオフを託されまして左オフタックルを突破、相手ディフェンスをすり抜けるように攻撃権更新を果たしています。三重ファイヤーバードファーストラン。見事攻撃権更新を果たしました。ましたのは32番の大久保、19歳のルーキーがここで活躍しています。三重ファイヤーバード自陣41ヤードからファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、前にいましたブロッカータイプにハンドオフし最短距離でのダイブプレーを投入しました。タックル受けましたが25番、見事2ヤードゲインとしています。キャリア25番は鈴木。三重ファイヤーバード自陣44ヤードからセカンドダウン8。さあ再びフルバックのダイブプレー、25番に託しましてタックル受けながら25番約3ヤードゲインとしています。ここは25番の鈴木を連続で投入しました。ボールオンは47ヤードの位置にあります。三重ファイヤーバードサーダウン5。パス不成功、ナイスパスカット。ここでパスプレーを投入しました三重ファイヤーバード、しかしそのパスをトヨタパスカットしましてパス不成功としています。素晴らしいディフェンスラインでした。三重ファイヤーバードフォースダウン5となります。パントフォーメーションを選択しました。トヨタリターンに入った、カバーのすれ違いを狙いましたがこれは見事に三重対応しまして、しかしトヨタ自陣38ヤード付近からの攻撃を得ます。
さあトヨタこの位置から反撃に入ります。ボールオン自陣38ヤードからトヨタブルファイターズファーストダウン10。ナイスラン。クォーターバック16番ハンドオフウェイから左オープンへのブーツレック。ブロッカーがないむき出しの状態ながら左オープンを駆け上がりまして約8ヤードのゲイン。素晴らしいランを見せましたのはトヨタブルファイターズ16番の花村。トヨタセカンダウン2。さあ中央へのワンプレー、ナイスラン、ファーストラン。この距離をトヨタブルファイターズランプレーで突破を図りました。相手タックル受けましたがキャリア見事にこれを指名果たしまして攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファーストラン。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。この配信は X2、X3 ウエスト全19チームの合同企画によりまして実現しております。この企画にご賛同いただけました企業様そして個人の方々のお名前が現在画面上に表示出されております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も募集させていただいております。この活動この配信にご賛同いただけます方はこの配信にあります説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカードございますのでそのありましたらぜひご賛同よろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを解けまして試合再開。トヨタブルファイターズファーストダウン10。ボールオンは自陣49ヤード。ミエナイスカバー。ここでランニングバックにトスして右オープンを展開を図りましたトヨタブルファイターズ。しかしこの状況を77番パシュートし最後は80番がタックルしましてこのランプレーを1ヤードのゲインにとどめています。ランニングバックしかし28番の藤野も素晴らしい回想を見せています。タックルしましてパシュートしましたのはミエファイヤーワード77番。さあここでウォーターブレイクが入ります。そしてタックルしましたのは80番の桐山でした。双方とも素晴らしいプレーを見せております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。トヨタブルファイターズハーフウェイからセカンドダウン9。パス不成功。ここでクォーターバックが左に流れながらランパスオプションでパスを投じました。
しかしこのパスはコントロール乱れ、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。トヨタブルファイターズサードダウン9、ボールオンハーフウェイ。さあここでクォーターバック自らがオープンへのランプレーで突破を図ります。意表をつく自らのキープで16番突破を図りましたが、しかしわずかに攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。果敢なランプレーを見せましたのはトヨタブルファイターズ16番の花村でした。トヨタフォースダウン2パントフォーメーション。このパントはリターナー81番と、キャッチのみにとどまり、自陣16ヤードからの攻撃に変わります。攻撃権は三重ファイアワードに変わりました。三重ファイアーバード自陣16ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投入します。何枠27番託されまして中央突破、約4ヤードのゲイン。キャリア27番は3本すげ。東北大学出身のプレイヤーです。チームのバイスキャプテン。さあトス、ランニング枠トスしまして左オープンへのランプレー、しかしこれはトヨタディフェンスナイスカバー、ノーゲインとなりましてサードダウンに変わります。三重ファイアバードサードダウン6。パス成功。さあ右に展開した7番にパスを通しまして、そこからキャッチアンドラン図りましたが、これはトヨタ28番見事にカバーし1ヤードのゲインにとどめています。三重ファイアバードフォースダウンに変わります。素晴らしい対応でこれのパスプレーによるキャッチアンドラン阻止しましたのはトヨタブルファイターズの28番の藤野。三重フォースダウン4パントフォーメーションを選択します。このパントは自陣脱することなく自陣45ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。トヨタ相手陣入った位置からの攻撃となります。ここで審判団によるタイムアウトが入ります。
試合再開です。トヨタ相手陣45ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスに反則です。交代違反。フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しとなります。トヨタハーフウェイからファーストダウン15。インターセプト、ターンオーバー。ここでトヨタはまずパスプレーによって状況を打開を図りましたが、そのパスを取ったのは三重ファイヤーバード8番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事この状況インターセプトで攻撃権ダッシュになりましたのは三重ファイヤーバード8番の河合。さあ前半残り時間1分32秒でハーフウェイから三重ファイヤーバードファーストダウン10となります。パス不成功。ここでクォーターバック9番ロングパスを投じました。ターゲットは82番。しかしこれはトヨタカバーよくパス不成功となっています。見事なパスカバーを決めましたのはトヨタブルファイターズ18番の高野でした。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、ボールオンハーフウェイ。中央へのプレー、キャリア25番、タックルの間を相手ディフェンスの間をすり抜けるように飛び込みまして約7ヤードのゲイン。キャリア25番は鈴木。ダイブプレーで地上戦を優位に進めております。三重ファイヤーバード相手陣43ヤードからサードダウン3。ここでエクスチェンジメス。センターからのボールの手渡しにトラブルがありました。クォーターバック自ら抑え中央突破を図りましたが、結果的にはほとんど原因なくフォースダウンと変わります。三重フォースダウン3。このままどうやら試合時間、前半戦の時間を消化するようです。ここで三重前半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間は前半残り時間2秒でタイムアウトを取っております。ラストのワンプレーで相手チームに攻撃の機会を与えないためギリギリの状況でタイムアウトを取った模様です。さあ三重ファイヤーバード、この2秒のワンプレー、果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。ボールオンは相手陣43ヤード。残り2秒。
三重ファイアーバードフォースダウン3。パスは成功。80番のキャッチアンドランに期待しましたが、しかしディフェンスカバーしておりまして、この外へ、30ヤード付近で外へ出ました。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、三重ファイアーバード7点、トヨタブルファイターズ0点、三重ワンタッチダウンリードで前半戦終了となりました。